はい、だいぶ暖かくなってきたんで庭の剪定やっていこうかなと思います。だいぶもう生け垣とか全部放置してたんで綺麗にやっていかないとって思ってます。こんな感じでもう伸び放題なん でここの枯れてるアジサイもちょっと切って、ここの奥に池があるらしいんですね。なんでちょっと池見てみたいんで、ちょっとここ切って通り道作ってみようと思います。はい、で裏もこんな感じですね。でこっちはこんな感じで、まあ、ちょっと少しずつ切ってたりはするんですけど、まだ全然追いついてないんでやっていこうと思いますね。ここちょっと切ったりしたんですけど、でここさっきちょっと切って、まだこんなもう好き放題生えてるんで、ちょっとちゃんと綺麗に切っていこうと思います。西側もこんな感じですね、うん、ちょっと前夏に切ってからそれ以来ほとんどやってないんで、あの枝木の処理だけで、まあ、地面はこんな感じで片付いたんですけど、でここら辺も伸びてるんで、でちょっとこの土地、この家の土地がまだちょっとこっちにもあって、でこっち行くとまあ何か何もないんですけど、一応ここ一帯も土地なんで、まあ、ここもちょっと時間あれば切っていけたらなって思ってます。はい、そんな感じですね。はい。